中日田島真二投手、34、が現役を引退することが15日、分かった。すでに球団に対し、今季限りでユニフォームを脱ぐ意思を伝えた。近日中に引退会見を開く。名古屋市出身の田島は、東海学園大から11年ドラフト3位で中日に入団。新人の12年には30ホールドを挙げ、頭角を現した。 16年には開幕から31試合連続無失点のプロ野球記録を樹立。17年にはストッパーとして34セーブを挙げた。横浜、マリナーズなどで守護神として活躍した、大魔人佐々木和弘氏、本詞評論家、をもじり、田島人の異名でファンに愛されてきた。18年からは不審に陥り、20年には右肘の束縛人体、帯、体、帯、再建術、 通称トミー・ジョン手術を受けた。リハビリに励んで21年7月に一軍復帰したが、故障などに泣かされた。今年は6月22日に出場選手登録され、同27日阪神戦甲子園の8回に今季初登板。先頭から3連打を含む4安打、1死球で1死も取れずに降板し、出場登録を抹消されていた。すでに9月上旬に、 名古屋球場での二軍練習でインに引退を報告。その足でバンテリンドームに向かい、立浪監督らにも引退を伝えていた。田島は、エース王のとともに毎年1月に沖縄で自主トレを実施。不審にあえいだ小笠原の復活や橋本らの成長を後押ししてきた。通算成績は461試合登板、25勝41敗、75セーブ、116ホールド、 防御率3 62ブルペンを支えてきた右腕が12年の現役生活に別れを告げる。